猿沢池は奈良県奈良市の奈良公園にある周囲360メートルの池。幸福寺50頭が周囲の柳と一緒に水面に映る風景はとても美しく、猿沢池好きはなんと八景の一つとなっている。幸福寺が行う法上会の法上地として天平21年に作られた人工池である。法上会とは万物の生命を慈しみ、 捉らえられた生き物を野に放つ宗教儀式である。池の北側には山条通りが東西に走り、JR 奈良駅から春日大社へと通じ、近鉄奈良駅からはアーケード街、安らぎの道が山条通りの途中に通じ、距離的には近鉄の方が多少近い。猿沢池の北には幸福寺五十頭と五十二段と呼ばれる石段があり、その眺望が、 奈良県警官資産に指定されている。現在、猿沢池園地として整備され、市街地に近いこともあって、市民の憩いの場となっている。2017年8月16日には、初の取り組みとして10日間限定で、京都の川床を参考に、池床が設けられた。猿沢池七不思議表猿沢池の水は、決して済むことなくまたひどく濁ることもない。 水が流入する川はなくまた流出する川もないのに、常に一定の水量を保っている。亀はたくさんいるが、なぜか川津はいない。なぜか桃も生えない。毎年多くの魚が放たれているので、増える一方であるにもかかわらず、魚で溢れる様子がない。水より魚の方が多くてもおかしくないような池。しかし実際には、近年池に、 青子が常に発生していて、水は緑色であり、関係者を悩ませている。猿沢駅に浮かぶ、うねめ祭りの還元線、背後は、幸福寺南遠藤猿沢駅にちなんだ言い伝えは、たくさんある。ありがとうございます。